まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースを振り返っていただきたいんですけど、いかがですか？青野に任せて、まあ、青野が前からもう前々に気持ちこもったレースしてくれたので、まあ、僕はそのおかげもあっての一着です。その青野さんの仕掛けを追うように踏み出していきましたけど、いかがでしたか？まあ、脚力的には強い2人を出させて、そこからまくるっていうのはかなり厳しかったと思うんですけど、まあ、それでも仕掛ける勇気を持って行ってくれたので、まあ、その分僕がその勢いに乗ってチャンスが生まれたと思ってます。ご自身の2日間走り終えての手応えのようなことでしょうか？まあ、2日間番手戦でかなり自分の中でも気持ち込めて走れているので、まあ、それが結果につながってよかったです。で、難関地区の大会で決勝進出となりましたけども、いかがでしょうか？まあ、準決勝の最初のレースだったので、なんとか勢いつけなきゃなという思いで、まあ、あと準決勝2レース後ろに残っているので、はい、まあ、そのバトンタッチの意味を込めてしっかり着ということです。最後に、まあ、明日へ向けて、まだちょっとメンバーは決まってませんけど、明日へ向けてということを教えてください。はい、まずはしっかり決勝まで上がれたので、もうしっかりと難関で上位独占できるようなレースを心がけて走りたいです。ありがとうございます。代表は以上です。じゃあ、すみません、ウィンチケットです。よろしくお願いします。お願いします。すごい、まずは一着決勝進出をおめでとうございます。お願いします。ちょっとご自身で今日のレースを振り返っていただきたいんですけど、はい、まあ流れでって感じだったんですけど、まあ、松井さんが中段にいて、よく見てみてって感じだったので、まあ、いいところではいけたかなと思います。あ、そうですね。まあ、ライン3社での組み立てでしか、はい、やっぱり3人で決められなかったので、そこはちょっと僕の甘さだと思います。まあ、2日間走られて、ご自身の感じはいかがでしょうか？自転車もちょっといじったんですけど、だいぶ感じはいいと思うので、はい、明日楽しみです。今日の強さで期待も多いと思いますが、いかがですか？しっかり出し切るレースできればなと思います。最後にまだ決勝戦メンバー決まってませんけども、決勝へ向けてというところでさせていただきます。拓也さんと2人で決められると思います。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。お願いします。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースご自身で振り返っていただきたいんですけど、まあ、スタートは中段になって、まあ、北井君の後ろから、まあ、勝負したいなっていうのがあったので、まあ、道中は、まあ、悪くはなかったのかなと思いました。ちょっとハプニングがあってっていうことでしたけど、いかがでしたか？まあ、その後はしっかりこう仕掛けるタイミングを構えてはいたので、まあ、タイミングはちょっとめちゃくちゃではあったんですけど、あそこら辺では仕掛けたいなと思ったところで、まあ、いけたのが結果良かったです。まあ、2日間走られてっていうところはいかがですか？まあ、はい、しっかりこう力を出すレースを連日できているのは、まあ、連日連携している慎太郎さんの心強いサポート、まあ、そしてあとはレースに挑む強い気持ちを持ち続けられたのは、まあ、結果につながっているなと思いました。まあ、決勝進出となりましたけども、明日への意気込みというのを最後に聞かせてください。はい、まあ、久々のビッグレースの決勝ということもあり、少し緊張する分もあるんですけど、優勝目指して頑張ります。はい、ありがとうございます。ウィンチケットです。お疲れ様です。